ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はつい先日ファーウェイから発表された新型のスマートフォン、ファーウェイ NOVA3E をご紹介します。この端末、外見を見ていただくとわかると思いますが、ここ最近海外メーカーを中心に発表が相次いでいる iPhone X に非常に似た端末になっています。スペックとしては次の通りです。参考までに現在日本で発売されている NOVA Lite 2のスペックも並べています。新型の NOVA 3E のスペックとしては、 CPU がキリン 659、 RAM は 4GB で、 ROM は 64GB または 128GB、 ディスプレイは 5.84 インチで、解像度は 2280×1080 ドット。 そしてこのディスプレイは上部にノッチのあるタイプになっています。カメラは背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっていて、それぞれ1600万画素と200万画素の組み合わせ。前面のインカメラについては2400万画素のシングルレンズになります。なお、この前面のインカメラですが、ソニー製のセンサーが使用されています。センサーの型番としては IMX576 となります。バッテリーは 3000mAh で、OS は Android 8.0。そしてカラフレスが 64GB モデルが日本円にして3万4000円。128GB モデルが日本円で3万7000円となっています。その他のスペックとしては、Wi-Fi が 802.11 の BGN まで対応。指紋センサーを背面に搭載しているほか、USB 端子は Type-C になります。ということで、この新型モデル、NOVA 3E ですが、スペック的にはかなり NOVA Lite 2に近くなっています。CPU もそうですが、アウトカメラやバッテリー容量、OS など、ほとんど NOVA Lite 2と近いスペックになっています。大きな違いというと、ディスプレイで、最初にもご紹介した通り、NOVA 3E の方は iPhone X のようなノッチ付きのディスプレイになっています。ただ iPhone X では有機 EL ディスプレイが採用されていましたが、NOVA 3E の場合は IPS 液晶となっています。また NOVA Lite 2と比べて優れているポイントとしては、インカメラで、こちらはソニー製のセンサーを使用した2400万画素のカメラとなっています。ですので、CPU とは同じですが、カメラ、ディスプレイ、その辺のスペックが上がったことで、価格も高めに設定されています。日本での発売はアナウンスされていませんが、もし発売されるとしたならば、価格は4万円台になるのではないかと思います。この NOVA 3E のような iPhone X ライクな端末、先月開催された MWC で多数発表され、年内に続々と発売される予定です。当然 iPhone X を意識したものですが、iPhone X のディスプレイ、来年頃にはノッチがかなり小さなものになると噂されています。ですので、こういったノッチ付きのスマホ、年内に多数販売されたとしても、来年にはその端末の数も減ってくるのではないかと思います。現在分かっているだけでも、国内で今年販売されそうなノッチ付きのスマホとしては、来週ファーウェイから発表のある P シリーズ、そして ASUS の Zenfone 5などがあります。こういったノッチ付きのスマホはいずれはなくなってしまいますので、記念にどれか1台今年買っておくというのもいいかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。